はい、2713回始めます。5月10日金曜日入ったところです。ドキュメント72時間見ました。これはちょっと古いのかな、古いっていうか何週間前のやつかな。これ池袋の話でしたね。あれ、せっかく今喋り出したんだけど、ちょっと、あ、はい、ドキュメント72時間、春の池袋でアニメな人々を見つめてみた件というタイトル、なんかアニメみたいなあのタイトルついてますね。春の池袋でアニメな人々を見つめてきた、見つめてみた件ということでタイトルついてます。まずね、あの、うん、池袋アニメの街みたいだね今ね、うん、推しというものはどういうものっていうことでね、まずあの番組冒頭、うん、推しっていうのはまあ人生の一部、スパイスのようなものだと、うん、あと支えみたいなものとかね、いろんな人言ってますね。あとモチベーションだと、うん、生きる指針だと、満たされると言ってます。うん、私も最近ね、特に女性ね、うん、もう若い女性もそうだし年配の女性もそうだし、アニメ好きなのよ女性が、うん、昔アニメ好きって言ったら男性がね多かったんだけど、今は女性アニメ好きだね、うん、この番組出てきた人も半分以上女性じゃないかな、はい、で池袋アニメの街として知られるっていうことで、そうだったんだっていう感じだね。今やアニメの街なんだね池袋ね、はい、これが缶バッジを組むのに7万円ぐらいかかったということで、あの缶バッグ、あ、缶バッジで組むのに、あのバッグね、バッグになんかバッジを敷き詰めたアニメのキャラクターの入った、うん、それ板場っていうみたいだけど、板バッグの略で板場っていうらしいけど、あれ作るのに7万円かかったっていうのが、まったくもうすごいね。人形やらキーホルダーやらバッジなどアニメグッズ店、うん、でアニメグッズ店なんだけど、お金を受け取ったのはお客さんっていうことで、何かアニメのこうグッズ、アニメ関連のまあね、キーホルダーやらバッジやらあの人形やらそういったものをお客さんが、まあ、中古のものを売りに来るというような店で、まあ、今回ドキュメント72時間カメラを置いたっていうことでしょう。今回の舞台はアニメグッズ買取店だと、うん、多くの人が何かを持ってやってくるということ で買取店、まあ、アニメグッズだけじゃなくてね、今買取店流行ってますね本当に。春池袋の大通りから脇道に入ってしばらく、ね、そのお店が見えてきたっていうことで、首都高を見えてたんでね、まあ、割と池袋の奥の方だと思いますよ、はい、駿河屋ってありましたね。池袋買取センター池袋乙女店って書いてありました、うん、3月10日日曜日から撮影スタート、12時、うん、からですね、昼の12時から。中に入るとお店の中、その買取店、もう中に入るといきなりカウンターがあって、まあ、買取の受付みたいになってると。で、最初のお客さん、前に好きだったアニメグッズ、東京リベンジャーズって聞いたことありますね、見たことないけど、うん、人気作だと思いますよこれ。その東京リベンジャーズ、今は別の作品が好きで、3点で4600円で売れたと言ってました。34歳の会社員女性、うん、どうして手放したのって聞くとね、まあ今もうこの東京リベンジャーズ、原作がもう完結して一区切りついたと、今はブルーロックっていうアニメが好きなんだと、でだからもう一区切りついたし、うん、ということでブルーロックも聞いたことあるね、うん、これも好きな女の人いるみたいよ結構、サッカーのアニメみたいだけど、うん、で何清志郎っていう主人公が好きって言ってましたね、はい、もうお給料の大半、まあ、経費抜いたらほとんど全部アニメグッズにお金費やしてるぐらいのこと言ってましたね。まあね、これじゃ女性も結婚しなくなるわけだとおっさんぼやいてみるわけですよ。ほんと多いねアニメ好き女性、うん、あのでもね、なんかもう本当に昭和の発言みたいなあれだけど、アニメだから実在しないからそういう人は、うん、何清志郎さんはいませんから、まあまあまあ、で気がつくと店内には行列ができてたと。 BTS こっちは嵐ということで、アイドルのキャラクターグッズこれも買い取ってくれるらしいということでね、29歳の会社員女性、あの BTS とかそういったものを、嵐とかそういったなんかアイドルの
なんかキャラクター、うん、アイドルをアニメ化したみたいなもののバッジとかなんかキャラなんかグッズがあるんだろうね。それ買い取ってもらったと、うん、いうこと。29歳の女性、うん、あと大きな箱を持った男性いましたね。これ娘が小さい頃に遊んでいたメルちゃんのお寿司屋さんセットっていうことで、おもちゃ、ああいうのも買い取ってくれるんだね。900円で買い取ってましたね。はい、うん、でお店の人買い取った商品をなんか台車みたいなの乗せて、まあガラ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 引いてって近くにある売り場に持ってってたっていうことで、まあね、あの近くにそこは買い取り店だけども、今回のねカメラ貼り付いてるのは買い取り店で買い取ったものはすぐ近くのねお店に持ってって売るとこに並べるんだね、商品ね、うん、もう何のアニメのこういうグッズがいくらでいくらでっていうのはもう大体もう相場決まってるんだろうね、これね、はい。44歳お母さんと13歳中1の娘っていうことで、東京リベンジャーズ、あ、また出てきましたね、グッズのグッズ目当てたと、うん、さっき東京リベンジャーズを売りに来た女性いましたけど、このね44歳のお母さんと中1の娘さん、東京リベンジャーズのグッズを買いに来たと。その池袋のこの店の賑わいぶりにお母さんも驚いてたと。自分が学生だった頃と比べて全然熱量が違うと。もうほんと普通の人がたくさん来てるっていうことでね。そうですね、44歳のお母さんと私、ちょっと若干私の方年上だけど、確かに私が中学高校の時、確かにアニメはそれなりに人気だったけど、どうだろう、私の時はまあテレビアニメは随分あったけどね、うん、いろいろあったけど、女性はねそんなアニメ好きじゃなかったよ。今73ぐらいで女性の方がアニメ熱くなってんじゃないの、はい。今アニメ市場2兆6000億円とも言われてるってことでね、もうキャラクタービジネス市場、うん、まあ板バックね、板バック痛いって書いてバックって書いて板バックのことを略して板バって言うんですね。バッジを敷き詰めた板バック作りを楽しむ姉妹っていうことでね、えもうほんとね好きなんだろうね。あとプラモデルを多数持ち込んだ男性、お仕事はフィギュアの原型師って言ってましたね。中国の方25歳、うん、日本はもう8年、小さい頃から日本のガンプラとかやってたっていうことで、もう日本語も流暢でしたね。日本 8年目で25歳の男性、うん、職業がフィギュアの原型師っていう、こんな職業はあるんだっていうね、本当に中国の方、まあ日本のアニメの影響ね、中国なり東南アジアなりの方多数受けてる方多いですよね、うん、で1日目は夜8時で閉店ということで終わり、次3月11日月曜日夜8時よ、あ、夜じゃねえや、3月11日月曜日朝8時49分開店は朝10時だが、もうすでにお客さんが並んでると。うん、まず茶髪の男性、トレカとフィギュアを持ってきたと。トレカというのはトレーディングカードみたいですね、うん、夜勤明けでめちゃめちゃ眠いんだって言ってましたね。介護士やってますっていう25歳の男性ね、今もう介護、私もそうですけど、介護職の人多いね、本当に、うん、もう数年すると多分日本の、職業で一番多いのが介護職になると思うんですけど、本当に多くなったね、うん、25歳の茶髪の男性、介護職やってると。アニメにドハマりしたんだと、最近ね、アニメにハマってるのはここ数年だと。それまではねやんちゃしてて、うん、夜遊び多かったけども、エンジェルピーツっていうアニメ見て、うん、そっからアニメにハマったんだと、うん、でこのエンジェルピーツっていうなんか死後の世界を舞台にした青春群像劇みたいなんだけど、ちょっと聞いたことないな私は、うん、いろいろアニメもあるね、本当に見れば面白いんだろうね。私は鬼滅ぐらいかな、鬼滅で昼過ぎ13時24分アルバイト20歳の女性、ハイキュー、あ、聞いたことあるね、なんかハイキューってバレーボールかな、うん、ね、ハイキューのお菓子についてるフィギュアを売りに来たと。お菓子についてるね、ね、うん、なんかあるね、おまけみたいなやつ、あれ売りに来たと。で
同じアニメ好きなもの同士で SNS でつながってキャラの交換とかしてきたっていうことで、あ、一旦この人ね、店出た後に、うん、その SNS で、なんかお菓子についてるキャラ、中にどういうキャラが入ってるかっていうのを買ってみないとわからない、お菓子食べて買ってみないとわからないみたいな感じ で、うん、で好きなキャラ、なかなか手に入らなくて何本買ってもみたいな感じ でキャラクターを交換するみたいなね、 SNS でこういうの今時できるね、うん、SNS でね、趣味、同じ趣味の人が集まってね、このキャラが欲しい人とこのキャラが欲しい人っていうことを交換したりするんでしょうね。あとこの買い取り店の地下どうなってるか、同人誌などの書籍が売ってると、うん、本屋さんになってると。でオリジナルアニメの二次創作とか言ってましてね、ね、あの同人誌とかよく聞くけど、ね、個人の人が自費で出版するみたいだけど、ちょっとね、私なんかではちょっとピンとこないんだけどね、東京ビッグサイトとかでね、同人誌のなんか時々やってますよね、大掛かりなイベントね、うん、あれオリジナルアニメの二次創作、うん、一般の人が自費で出してるっていうのをそれを売ってるみたいなのが地下にあるみたいですよ。でアメリカから同人誌買いに来たっていう女性、うん、龍が如くライクはドラゴンって言ってましたね、うん、SNS でたくさんの同人誌作家をフォローしてると、うん、あと中国から旅行中の男性ね、友人に同人誌のお土産を持って帰るんだってことでね、この人もなんかいろいろ創作してるみたいだけど、中国からだったりアメリカからだったりってことで、日本のねこのコンテンツ文化、アニメ文化が世界を引きつけてるってことですね、はい。あと23歳の女性、福岡の化粧品会社の就職が決まって、それを機にまあグッズの一部を売りに来たと。うん、ヒブノシスマイクっていうジャンル、なんだこれヒブノシスマイク、ネイルも板ネイルって言ってましたね、うん、このキャラクターは生きる指針、自分を生かしてくれるもの、うん、ちょっと私メモ読んでも意味がさっぱりわからない、うん、ヒブノシスマイクっていうジャンルって何っていう、私何をメモったのかもすらわかんない、これまあ、とにかく福岡の化粧品会社に勤めるっていう23歳の女性出てきました。3月12日火曜日、13時36分地下の同人誌売り場に女性がいたと。25歳ゲーム関連の方、ああいましたね。でもう最後の方かな、3月13日 最終日水曜日朝10時25分、うん、飲食店のアルバイトを2つ掛け持ちやってるんだと。で30歳の女性、名探偵コナンの雑誌を売りに来たと。なんかこの女性ね、30歳の女性、うん、まあ30歳でも働いてる、アルバイト掛け持ち2つしてるらしいけども、まあ薬剤師の資格今取ろうと思ってるんだけども、薬学部出たって言ってるので、薬学部行ってたんだけども、その大学在学中薬学部通ってて、途中で在学中母親が亡くなってね、不幸にも、それで母親が亡くなって直後、翌年父親も倒れてバタバタして、おそらく薬学部出てないのかな、わかんないけど、うん、そんでまあ今薬剤師の資格持ってないんでしょ。だからね、夢ちょっと遠回りになったけど、今2つアルバイト掛け持ちしながら薬剤師の資格取ろうと思って頑張ってるということ。飲食店2つ掛け持ちして、そんで時間がかかっても遠回りしても自分の後悔のない道を行こうということで頑張ってるみたいなこと言ってましたね、女性。まあその中でね、その名探偵コナンであったり、まあいろんなアニメで勇気づけられてっていうことでしょう、はい。まあ私もね、それなりにアニメ好きだったけど、そんなにね、まあこの番組の冒頭でね、生きる指針とかね、まあね、推し活って何よっていう話になった時に、生きる指針とか、あと人生そのものだ、人生の一部、人生の支え、あと人生のスパイス、あとモチベーションとか言ってる人いたけど、そこまでは思わなかったね、うん、アニメ。まあもう年で感受性もね、なくなってきたのかな、あんまり打たれることなくなってきたな、
まあ、鬼滅しか見てないけど私あんまりバキューンって心打たれることってなくなっちゃいましたから、ね、いいことは言うけどねセリフとして、うん、まあ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 あのうんすごいねうんあのまあまあまああの何でしたっけドキュメント72時間ねドールの回ねあのドール人形でっかい人形うんあれの時もちょっと驚いたけどもう私なんかはちょっともう残りの人生でアニメにハマるとかドールにハマるってことはないと思うけどはいっていう感じですけどもまあね若い方まあまあ何であってもねその時代時代でねみんな人はね何か生きがいというか生きる活力というかね、うん、支えというかね、指針というか、そういうのを求めてるんで、それがアニメがね、随分満たしてるみたいだからね、いいと思いますよ。はい。推し活ね、みんなすごいね、一点に集中投資だね、本当に好きなものに。はい。アニメ、すごいね、本当に。若い人たちの間では、私も肌で、ね、熱量を感じますもん、特に若い女性。はい。ということで、ドキュメント72時間。ね、春の池袋でアニメな人々を見つめてみた件ということでアニメ好きいっぱい出てきましたよ、ね、キャラクタービジネス市場日曜6000億円とか言われてるはいすごいことになってましたチャンネル登録高評価お願いします失礼します